今回は運命が好転し人生がうまくいくの第18回です。本題に入る前に、例によってこのチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで今回はリクエストがありまして、車崎神社を取り上げます。リクエストの内容は、我が家で飼っている猫は岐阜県各務原市にある車崎神社で生まれ里親になった経緯があります。こちらは京都にある車崎神社から分霊しているそうです。うちの猫を家族にならせてもらえたご縁のある神社なので、ぜひパワーをいただきたいです。そして健康で長生きしてほしいですとのことです。各務原というと直接関係はないんですけれども、以前各務原航空宇宙博物館に行ったことがあります。そしてこのリクエストの内容が猫に関わるものですから、猫好きの僕としては取り上げないわけにはいかないということであります。まず京都の車崎神社の話です。この京都の車崎神社は京都府京都市右京区佐賀朝日町にある神社でして、御祭神は清原の頼成公です。清原の頼成公は1122年に生まれて1189年に亡くなっています。平安時代後期の貴族で、漢学者で儒学者ということで、非常に頭のいい人、切れる人ということで有名です。そしてこの神社はですね、とても気持ちが良くて、まあ毎回言ってますけども、気持ちが良くて境内でゴロゴロしたい、そういう神社です。それで清原の頼成公のご利益なんですけども、すごく頭のいい人だったので、まずは学業の神様ということになってます。それ以外にも金運、良縁、厄除け、学業成就、試験合格、芸能芸術の神様ということですね。ですからこれからだんだん受験シーズンに入っていきますけれども、きっと参拝者が多くなると思います。また約束をたがえないことをお守りくださるということで、支払いの約束をしたりするとそれに対してちゃんときちんと支払ってくれる、まあ、そういったご利益もあるそうです。それでは京都の車崎神社のご利益のエネルギーを送ります。
終わりました。次は各務原の車崎神社です。この車崎神社は岐阜県各務原市うるま大安寺町というところにあります。御祭神はもちろん清原の頼成公です。特にここは学問の神社として受験生の参拝が多いそうですので、先ほどもちょっと言いましたけども、これから参拝者がますます増えていくだろうと思います。そしてここもですね、非常に気持ちがいいところで、ゴロゴロ境内で寝っ転がっていたい、そういうところです。それではこれから各務原の車崎神社のご利益のエネルギーを送りますが、先ほどの車崎神社と微妙にエネルギーが違うというのがわかるんじゃないかなと思います。それでは送ります。Thank you.
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。